メジャーリーグの顔といってもいい全米の野球ファンを魅了するスーパースターはいつの時代もこのメジャー球界には数多く存在し、近年では驚異的な活躍で世界中のファンを虜にしている大谷翔平がその代表格といってもいい存在だろう。ただこの世界中から怪物が集まるメジャー球界には大谷の他にも多くのスタープレイヤーがおり、その中には大谷さえも憧れたメジャー球界の顔、カリスマ的なスーパースターもいる。それがフィラデルフィア・フィリーズに所属するブライス・ハーパーという男だった。彼は身長190センチ、体重95キロ、2024年の今季、メジャー13年目のシーズンを迎える現在31歳の選手で、大げさに言ってしまえばアメリカでは大谷よりも名前が広く知れ渡っていると言っても過言ではない、メジャー球界を代表する生粋のスーパースターだ。ハーパーに関しては伝説的なエピソードも多く、以前公開した動画でも彼のエピソードを紹介しているので、そちらもぜひご覧いただきたい。メジャー球界の中でも圧倒的な存在感とファンを魅了するプレイスタイル、そして何よりチームの勝利に大きく貢献する実績を持つハーパーは、これまでにシーズン MVP は2回受賞し、ホームラン王やハンク・アロー賞など数々の表彰タイトルを獲得し、メジャー球界を盛り上げてきたプレイヤーの一人。ハーパーの場合、平均以上の実績を残しても爆発的な人気の方が先行し、過大評価と言われることも多かったが、近年では人気だけではなくしっかりと実績を残し、球団ファンの期待に見事に応えている。2023年の昨年は前年に受けたトミー・ジョン手術の影響でシーズン中盤の復帰と思われていたが、超人的な回復力を見せると、シーズン序盤には戦列に復帰し、チームの大きな戦力になった。2023年8月にはキャリア300号のホームランにも到達し、最終的に昨年の成績は打率2割9分3厘、ホームラン21本、打点72、 OPS900 とホームランの数こそ物足りなかったが、打率と OPS はチームトップの成績を残し、フィリーズの打線を牽引していた。ちなみにホームランの数が少なかった要因としては、トミー・ジョン手術をした体の負担も考え、シーズン前半戦はしばらくライナーで弾き返すバッティングに徹していたからだそうだ。現に21本打ったホームランのうち16本はシーズン後半の8月以降に打ったもので、この頃からハーパーは完全復活した姿をアピールしていた。そして2024年の今シーズンは、そんな完全復活したハーパーの勢いのまま順調にゲームを重ねている。日本時間6月4日の現時点では56ゲームに出場し、打率2割7分1厘、ホームランは大谷翔平と並びリーグ2位の14本をマーク、打点もリーグ3位の44打点と、ホームラン打点ともにチーム最高の成績を残している。さらにその内容としては、ここ最近ハーパーの勢いはさらに加速し、5月の月間成績はリーグトップのホームラン7本、24打点を叩き出し、打率は3割を超えてと、月間 MVP が有力視されていた大谷翔平を超え、ハーパーが5月の月間 MVP を受賞する結果となった。2024年の今季も早くもシーズンの約3分の1が終わったメジャーリーグという球界。日本では大谷翔平のホームランが最も注目を浴びているが、このメジャーのスーパースター、ブライス・ハーパーの活躍にもぜひ注目していただきたい。